はい、タンタンです。テイラーの非常にこう珍しい、答えが入りました。テイラーの K の12という、グランドコンサートサイズの、こちら、ハワイアンコアを使用した、ギターでございます。アコースティックギターでございます。木目もすごい綺麗ですね。あのグレードもハイグレードの、ハワイアンコアを使っておりますので、サイドバックビカビカのトラ木がびっしり入っている個体でございます。でトップはイングルマンスプルースということで、ちょっとこう飴色がかった、今の現状も非常にかっこいいですね。で、ロゼッタとパーフリングにもあのインレイがしっかり入ってる、モデルで、まあ、インレイはこういうあのインレイポジションマークですね。でバインディングも別光柄で入っておりまして、ヘッドはこうテーラーのロゴとインレイが入ってて、グローバーのペグとゴールドペグですね、なっております。すごいいいですね。で、まあ、現状本当にボディなんかはすごい綺麗なんですけども、残念ながらヘッドの塗装だけちょっとこう剥がれて浮いてきておりまして、その辺ですね、そこだけが惜しいというところでございます。ここもちょっと浮いてきてますね。まあそれだけなので、逆に言うと非常に、本当に演奏に支障があるところっていうのは一切なくって、本当にすごいいい音なってくれます。ちょっと弾いてみましょう。感じのとっても明るい音がしますし、まあ、ほんと一音一音の粒が立っているのが、おそらくこの録音でも聞こえるかなと思いますけれども、とってもまとまってて、艶があって高級感のある音がします。ボディ自体は本当に小ぶりなグランドコンサートサイズなんですけども、まあ、測ったらちょっと厚みは今出てるグランドコンサートよりもちょっとだけ薄い感じにこれはなってましたけれども、まあそれでも十分音量も出ますし、本当に伸びやかな鳴りというのかな、高音なんか本当に綺麗な感じですごいなってくれるので、なんだろう、本当に
置いておいて、いつでも弾きたくなるような、ギターかなと思います。まあ、ヘッドの、塗装はあるんですけれども、本当にその他、本当小傷も本当少なくて、綺麗な状態でございますので、ぜひ実物、店頭にございますので、触って弾いていただければ、こちらの魅力が、より伝わるかなと思いますので、まあ、個体としては本当に少ない個体だと思います。コアモデル、お探しの方も、まあ、コンパクトなギターをお探しの方も、テイラーのこちら珍しい K の12というモデルでございますので、ぜひですね、お早めにお問い合わせの方お待ちしております。それではテイラーの K の12でございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。